海外の人が多いね。9割海外の人だ。いただきます。なんか美味しそうなほうじ茶もあったので持ってきました。昨日バカほど食べた人の量とは思えないよね。サラダとチキンとスクランブルエッグとハッシュドポテトと、あとやっぱ優しいソーセージやマスト、あと美味しそうなフレットもあったし、ドラゴンフルーツとパインも添えました。ドラゴンフルーツがビュッフェにある。ほんとさすがホテル管理さん。あとこれおかゆの具だったんだけど、ご飯の上できちゃいました。あとお味噌汁。今日は伊勢神宮に行きます。4回目か。1回ぶち病んだ時になんとなく伊勢神宮行きたいと思って行ったのが多分21ぐらいで、その時に私の開運が開いた感がありますね。信じる神が一つあると嬉しいですよねっていう話で、今組んでるよね。いや買ってよかった。めちゃくちゃ綺麗。めちゃ綺麗。画質がね。あ、ごめんなさい。皆さん手を合わせて、せーのが3杯。いただきまんちゅと。ちゃんと言っていただいて。せーのが3杯。いただきまんちゅと。いただきまんちゅと。まんちゅ、まんちゅって言ったらダメだよ。まんちゅこでも、まんちゅと。と。みーちゃん、頑張れ。みーちゃん、頑張れ。甘い、うん、牛乳、うま、うん、わさび菜がサラダに入ってたのがポイント高い。わさび菜好き？うん、めちゃくちゃ好き、うん、ちょっとだけね、うん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 、うまい。ハリハリ漬け、死ぬほどうまいです、これ。大当たり。プレート、たぶん二口で終わる、私。プリンみたい。クリームがめちゃくちゃうまいやつ。おいしい。大変ですよ。今日の流れを教えてほしいです。もう一回。京都駅で特急、島風に乗ります。で、もう乗り換えなしなんで、うん、伊勢までビョンって行って予約してます。うん、で、10時の発。うん、伊勢市に着きまして、で伊勢市から二見浦っていう駅まで電車でブイーンで、二見浦の駅からバスで夫婦岩っていうとこまで行って、伊勢神宮行くときはそこでお清めするか、お祓いをしたらいいぐらい、なんか一回清めないといけないって。でいつもそこ行ってないけど、そこ爆速で行って、そのまま爆速でバスで、バスか電車かな、いつもバスなんだけど、下空まで行って、下空内空道寺まで行かれるよ、外、中みたいな。下空行って、内空行って、近くの猿田彦神社ってとこがいいので、うん、まあ、みんなちょっとゲームをかじってるじゃないですか。かじってねえわ。まあ、エンタメだから、ちょっと、でも、やめる程度もね、はい、関わってはいるって感じかな。ていうか、なんかその辺であとどこ行きたいなと思っても、サルタヒコが一番いいから、なんかちょっとやんちゃなしステッカーとか貼ってあったりするの、なんか割と。若者も結構来るみたいな、なんかみんな。芸能人じゃない？サルタヒコの奥さん、サルタヒコの神の奥さんが芸能の人。ドラマのなんか、接戦みたい。いや、そうそうそう。っていう戦法です。じゃあご飯をどっかでつまみましょうよ。うん。気になるところがあったら、でも結構急がんといけんって感じ。はい。うわぁ、これ全部だね、このさ、これめちゃくちゃいいわ。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。出発進行。この電車は賀詞子島行き特急島風です。鮭食いたい。次は鮭食いそびれた。神田橋。神田橋です。京阪電車は昨日銀のネイルして、後追加銀のネイルしてもらってめっちゃハゲてんですけど、友達にスクラッチチャンスって言われました。誰が残念だ。
ということで伊勢駅に着きましたが、一回ちょっと外に出て涼しいところ探しに行きまして、ほいで夫婦岩に行きます。こちらの車2号車自由席です。説明上手大好き。お出番の続きは前の車1号車にございます、ね、あ素敵。海大好き、綺麗だもん。伊勢うどん、はい、ぶんにょぶにょの伊勢うどんが有名です。ぶんにょぶにょの伊勢うどん大好き。行きますか。チャララララララン、チャン、ジャガジャガジャガジャン、ミュエー。おお、染み渡っている。非常に。いいですね。トバトバ初めて来た。すげえ。ケンチっていっけ。うん。うまうん。肝もいっぱいついてる。おいしい。おいしいです。手芸です。うん。これはうまい。甘くて美味しい。はい、伊勢うどんです。よく混ぜて召し上がってくださいね。伊勢うどん。美味しい。あ、写真と載せた。うわー、申し訳ございません。伊勢エビと一緒に食べちゃったりして。あ、めっちゃいい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 。ここですよ、ここここ。まあ普段は朝いつもやってないんですけど、今日この時間さすが2時なのでやっていますので、私には珍しい。このやっぱ伊勢神宮プロには珍しい光景です。夫婦岩はもう早朝に行くというのがねあれなんですけれども、こんな風にね商店街をぶち突っ切ります。ぶち突っ切った先にですね、でここのポイントなんですけども、あのバスで行かないといけないので、あのとんでもなく急がねばならない。もうここはですね、とにかく突っ切るという場所です。はい、ここも突っ切ってなんぼの人生。すばらすばら、これ夫婦岩違うあっこにあるやつ、あれ。で、こちらでお参りをするという方です。いいですね。気持ちいい夏だね。いいですね。私さ、ここの商店、あの中のね二見プラザを突っ切るのがもうロマンだと思ってたの。この歩道橋を渡ってね、いつもそれでバス乗ってたんだけど、ご覧あれ、あそこに道があってここにたどり着けるし、しかも歩道橋も渡んないで、あの横断歩道もあったっていうことなので、あの自分の考えだけが正義ではない、他のいい道もある。日本語で遊ぼう。セミの音聞いてると一日めっちゃ長く感じるよね。
三浦表参道まで二三浦駅から来てですね、それでバスに乗って夫婦岩東口まで行って参拝して、でまた二三浦表参道に戻ってきて、で二三浦駅から、伊勢市に行って歩いて下宮に行って、そっからバス内宮に行って、そしたらもうあとはミッションコンプリートでございます。到着なり。どうだ、俺がほうじ茶をこぼした女だよ。最悪かどうかを決めるのはみんな次第。下宮でお参りしてきたよ。だからちょっと気を待ってる。私今清原感じで、ほうじ茶ラテも無事ここにこぼしたし、いい感じでなんかここで全力で受け止めてる感あるので、その後にせーの内宮行きます。おーい、まあ、一人で行動してる。二人いるよね。4時、頑張ろう。込まれるかのごとく、ここでお清めスプレーと石置けるやつと、あと扇子も買いました。どうだ、超いい。欲しいなら買えばいいよ。めっちゃ走った、めっちゃ走った。あーばんないな、めっちゃ走った、半端ねー、頑張った、間に合わねえかと思った、むちゃくちゃ走った。そんな夜もある、あれは伝えたい、間に合わない夜はない。おかげ中話ベートベート。私の顔これにしてたんだけど、最後もいただきます。年間の米だ。